皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。みちです。はい、皆さんに質問なんですけれども、皆さんは自分がしたことじゃないのに他の人に皆さんがしたっていうふうに思われて何か嫌な経験をしたことってありますか？はい、例えばですね、僕は人間生きていればですね、必ずそういう経験は一度や二度はあるかなと思うんですけども、今でもですね、よく覚えているのがですね、小学校6年生の時なんですけれども、先生が男性の若い先生がいました。ですごく人気のある先生なので、この先生の周りにですね、たくさんの生徒が集まってですね、この先生と遊んでたんですけども、僕は男には興味がありませんなのでこの先生の後ろでですね、僕とですね、僕の友達が何か遊んだり話をしてたり何かしたんですね。そしたらここにですね、今でも名前覚えてます、いたずらっ子の K 君がやってきて、この男性の若い先生のお尻にですね、ブシュッとですねやったんですね。そしたらこの男性の先生がくるっと僕の方を振り返って、ね、痛いからやめてって言ったんですね。で、僕は正直この先生のことなんて興味ないから見てません。で、僕はこの友達と話をしてて、何のことって思ってですね、で、この先生はまた振り返って周りにいる子供たちと遊んでました。そしたらまた K 君がタタタタってやってきて、この先生のお尻にですね、ブシュッってやったんですね。そしたらこの先生は怒ってですね、僕の手をグッて掴んでですね、やめろっつってんだろってことがあったんですけれども、はい、今でもですね、思い出すたびにですね僕じゃないのにというですね、経験がありました。はい、そこで今日は私はしてませんという表現をスペイン語でマスターしていってみましょう。はい、私はしませんでした、私はしてないんですという表現がですね、こちらになります。 No lo hice yo。 はい、 No、英語で言う No ですね。で、ロ、それに当たります。で、イセっていうのが私はしました。なので、ノロイセだけで私はそれをしませんでしたになります。で、ヨを最後につけることによって、私じゃないんですっていうのを強調する形になります。なので、正直言ってこちらはですね、ヨ、ノロ、イセでも構いません。でも、ノロイセイヨーと語順を入れ替えてヨーを最後に持ってきていただくことで、私じゃないんですっていうのはですね、強調することができるんですけども、ちょっとこちら練習してみましょう。ノロイセイヨー、はい、ノロイセイヨー、はい、はい。で、こちらのイセなんですけれども、こちらのイセはアセールの直接法転過去で、私はしましたという形になります。前回ポネールの過去形ロプーセプラス場所で、私はそれをどこどこに置きましたって表現を練習したんですけども、ポネールもアセールも直接法転過去の過去形の変化の形がですね、非常に似てます。というわけでですね、ポネールの直接法転過去の復習をして、それプラスその変化に似ている動詞をですね、いくつかこの動画ではですね、マスターしてみましょう。では、まず最初に、ポネールの直接法転過去、置きましたとかですね、入れましたを、私皆さんで練習しましょう。よろしいですか ?3、2、1、はい。プセ、プシステ、プソ、はい。プセ、プシステ、プソ。プシモス、プシステイス、プシエロン、はい。プシモス、プシステイス、プシエロン、はい。はい、それではこのポネールの直接法転過去に形が似ている不規則動詞をですね、いくつか準備してきましたので、アセールも含めて私皆さんでいつも通り練習しましょう。じゃあよろしいですか。そうですね、あとはよく使う動詞アセール、するとか作るという動詞なんですけども、こちらもこのポネールと同じような変化をします。なので、はい、こちらが変化表になります。じゃあこちらの方も私皆さんで大きい声で言ってみましょう。よろしいですか。3、2、1、はい。イセ、イシステ、イソ、はい。イセ、イシステ、イソ。イシモス、イシステイス、イシエロン、はい。イシモス、イシステイス、イシエロン、はい。
で、例えば使い方なんですけれども、そうですね、今この動画を撮影しているのが日本は7月の今日は15日かな16日なんですけれども、はい、だいぶ長いこと梅雨で雨が降ってます。なんですけれども、昨日は天気がちょこっと良かったかなっていうふうに言いたいとするじゃないですか。はい。実際はあんまり良くなかったんですけども。はい。実際は雨降ってたから、まあいいや、はい。はい。昨日は天気が良かったです。天気がいいっていうのを、hacer buen tiempo っていうふうに言うんですけれども、今天気がいいですって言うんであれば、hace buen tiempo になります。では、ここで質問です。じゃあ、昨日、ayer は天気が良かったです。なんて言ったらいいと思いますか？こちらの変化表を見ていただいて全然構わないんですけども、さあ、昨日は天気が良かったです。なんて言ったらいいでしょう。よろしいですか？正解は、hacer の el, ella, usted の変化のもの、hizo を使っていただいて、hizo buen tiempo ayer というふうに言っていただければですね、昨日は天気が良かったですって意味になります。じゃあ、こちら行ってみましょう。hizo buen tiempo ayer。 はい。hizo buen tiempo ayer。はい、それではですね、逆に天気が悪かったです、昨日は天気が悪かったです、まあはい、実際はそちらの方なんですけども、さあ、なんて言ったらいいと思いますか？昨日は天気が悪かったです。ちなみに天気が悪いっていうのは hacer mal tiempo っていうふうに言うんですけども、さあ、どういうふうになるでしょう。よろしいですか？3、2、1。はい、こちらも先ほどと同じで hacer の el, ella, usted の変化のものを使っていただいて、hizo mal tiempo ayer っていうふうに言っていただければ OK です。じゃあ、こちらも一緒に練習してみましょう。hizo mal tiempo ayer。 はい。hizo mal tiempo ayer。 はい。太陽が顔を覗かせるっていうのを hacer sol っていうふうに言います。sol っていうのが太陽のことになるんですけども、さあ、じゃあ、太陽、昨日は太陽が顔を覗かせました。まあ、もうちょっと普通な日本語で言うと、昨日は晴れましたっていうふうに言いたいんですけども、さあ、昨日は晴れました、なんて言ったらいいでしょう。はい、よろしいですか？こちらも el, ella, usted の変化のものを使っていただいて、 hizo sol ayer というふうに言っていただければ OK です。昨日は晴れました、言ってみましょう。 hizo sol ayer。 はい。 hizo sol ayer。 はい。で、昨日は気温が25度ぐらいだったかなと思うんですけれども、関東地方なんですけども、はい、気温が25度ですっていうのを、hacer 25 grados というふうに言います。じゃあ、気温が25度でした。なんて言ったらいいと思いますか？ hacer 25 grados で、気温が25度です。なります。はい、こちらも先ほどと同じ、El, ella, usted の形を使っていただいて、 hizo 25 grados というふうに言っていただければ OK です。言ってみましょう。 hizo 25 grados。 はい。 hizo 25 grados。 はい、はい、それからですね、あとじゃあもう一つ、ブログサイトの方にはもっとたくさんですね、直接法転過去の不規則動詞の変化のですね、リストをですね、たくさん書いてあるんですけども、この動画であともう一つ重要な動詞を言ってみましょう。そちらがですね、こちらになります。 estar の直接法転過去の変化を言ってみましょう。よろしいですか？ estuve, estuviste, estuvo。 はい。 estuve, estuviste, estuvo。 はい。estuvimos, estuvisteis, estuvieron。 はい。 estuvimos, estuvisteis, estuvieron。 はい。はい。じゃあ、こちらは例えばですね、昨日はあなたはどこにいたんですか？とかっていうふうに言いたい場合、usted の方で言ってみましょう。usted を使ったバージョンで、昨日はあなたどこにいたんですか？というふうに言いたいんですけども、さあ、どういうふうになると思いますか？よろしいですか？正解は、どこっていうのがどんでになります。で、いましたっていうのがこちらの3番目の estuvo で、あなた usted どんで estuvo usted ayer で、あなたは昨日どこにいたんですか？またどんで usted estuvo ayer
結構語順はスペイン語は自由なんですけども、はい、Donde estuvo usted ayer? 言ってみましょう。 Donde estuvo usted ayer? はい、 Donde estuvo usted ayer? はい、はい、というふうに聞かれて、あとじゃああと to のバージョンも言ってみましょう。君は昨日どこにいたんだい?っていうふうに言う場合、どういうふうに言ったらいいと思いますか?君、はい、2番目のやつですね。なのでどんでえとびしてあげるというふうに言っていただければ OK です。じゃあこちらも言ってみましょう。どんでえとびしてあげる、はい、どんでえとびしてあげる、はい、はい、というふうに聞かれて、私は昨日一日中家にいましたっていうふうに答えたいんですけども、さあどういうふうになるでしょう。昨日私は一日中家にいました。よろしいですか。正解は、はい、よの場合には一番上のやつなので、estuve en casa todo el día ayer というふうに言っていただければ OK です。言ってみましょう。 estuve en casa、 はい、 estuve en casa、 はい、 todo el día ayer、 はい、Todo el día ayer、 はい、はい、で、なんで君は家にいたんだよ、昨日一日中っていうふうに言われて、じゃあそうしましたら、じゃあ昨日私は病気だったんですっていうふうに言いたいんですけども、病気っていうのをもし男性であればエンフェルモ、女性であればエンフェルマになるんですけども、昨日は私は病気でしたなんて言ったらいいと思いますか。よろしいですか。 3,2,1、 はい、estuve enfermo、 または estuve enferma というふうに言っていただければ OK です。では男性バージョン、女性バージョン両方とも言ってみましょう。 estuve enfermo、 はい、 estuve enfermo、 はい、女性バージョンは estuve enferma、 はい、 estuve enferma、 はい、先ほどもお伝えさせていただいたようにですね、とこの他にもいろいろとスペイン語の動詞で不規則なものがまだたくさんあります。で、そのうちのですね、代表的なものを私の公開しているブログサイトの方にですね、リストを書いておきましたので、ぜひそちらの方のですね、リンクがこの動画の概要欄にありますので、そちらの方からアクセスをして、皆さんのスペイン語の学習のお役に立てていただけたらと思います。皆さん今日もどうもありがとうございました。アディオース。